こんな話がある。誰にでも親切な心優しき男が、皆から意味嫌われる怪物と仲良くなったそうな。その男は怪物にも情が通じると思っていた。が、その男は結局怪物に殺されてしまった。 怪物は所詮怪物ということだ。<笑>お兄様を撃つのですか。世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。 一秀の目論見は外れた。天下の運命は信長の手中にとどまったままだった。だが久秀は諦めてはいなかった。彼は信長の義弟浅井長政に目をつける。越前朝倉家討伐に向かった信長の背後で長政を寝返らせ、織田軍を挟み撃ちにしたのである。 今度こそ信長も終わり、北総へ久秀に信長は己を逃がす扇動役を命じる。信長の覇気にのまれ、久秀はその命に服す。どうせ信長は脱出できない。久秀はそう確信していた。 反逆の将、金ヶ崎撤退戦。いらっしゃいませ。お買い得品、毎度あります。毎度あります。毎度あります。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。 敵が邪魔よな。
人たり。働く軍師だな、官兵衛殿。
変わん! せてもらう!
方が一枚上手か。すまない、手助け感謝する。天下無双の…おこがましいことだ。
違いない。信長は我が輩が長政を焚きつけたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を撃つ。我が輩は今幸運にも信長が京へ引くための先導役を務めてあれ。この道にももうじき信長が通る。そこで、あらかじめ用意した穴がこれである。おお、信長がすっぽり入るいい穴ですね。そこにこの火薬をぶち込みます。信長様、あと少しで今日です。我が輩はここで追手を止めますゆえ、先に久秀、先に行け。世は鵜に先導役を命じたはず。ですが、その何と申しますか、もう今日は近いゆえ先導の必要もないかと。先に行け、世の命が聞けぬか。そんな、ダメ。久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。